俺タイガー桜井の隣やだマジで。あ、全然取れねえ。お、全然取れなかった。全然取れねえよ。全然取れなかった。はいはい。あ、俺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 緑緑ターザンの意外と俺が取ってた。負け1ですね。全然取れてない。リーチ。そう、なんかこれわざと何もないところに舌を出してちょっとタイミングずらすの大事。あいつ一緒になっちゃうと。おー、なるほど。分かった分かった。敵に塩を送りました。じゃあ長さん1点。1点。え、これもうビビでいいんじゃないですか。すごいヤバくないですか。いやビビでいいですよ。じゃあいきますよ。いやでもこれマジ端っこやべえ。端っこやべえ。自裂するよだろ。あ、ちょっとタイミング、あー戻す時しか、ちょっとタイミング取れ、タイミングずらして。やべえ、タイミングずらす、全然分かんない。え、ちょっと待って、大きな子取っちゃう場合もあるからね。あー取ってた。タイミング悪すぎ。こっち来た、ドッキリの子。意外とないね、キノコ食べる。ドッキリの子、こっち来た。え、待って、今のまとめて取られても出ない。あー、ちょっと、あー、うまい。おしおし、キモンでかい。あ、今の横、やだ。つうか、これ、これ2対2じゃね。2対2じゃね。反対サイド、手出せないから。やべ。いや、俺結構取ったと思う。いや、本当だ、反対サイド、ゲットしました。おお、あーこれミヤボー。いや今の流れ的にもう馬場さんめっちゃ取られてたもん。さあミヤボー、さっきね攻略情報を普通に敵に教えてた。いやこれむずい、難しい難しい。多分なんかもう分かんないうちに食ってるから結構毒食ってんだ。だから毒をちゃんと見極めて、うん、そうそうそう、隅から出るってだけでやってちゃダメなの、うん、あのね意外と左ば、今の俺の画面だと左じゃないですか、緑だから、うん、意外とあの右の方の8色食ってたりするから。そうだ、そうそうそう、来るからさあ、はい、それではミヤボーとターザンが、はい、リーチ、はい、ちょっとサイドも心の余裕がありますね。もうちょっといろんなところまで行く。ああ、無事だ。もうちょっとね、上から来てほしいよね。やべ、一体ショットダウンとか。いや、もうちょっと8やぐらいの。ああ、もうやばい、ババサリーもう、あ、確かにかき集められてる。俺らタッグ組もうよ。え、ちょっとやばい。え、やばい、これ負ける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 。わかんない、わかんない、わかんない、わかんない。両断したの、両断、両断取りましょうか。違う、馬場さんのタイミングが合ってるから、ほら、馬場さんの方が1テンポ、1テンポ早いんだよ。あー、取らして、取らして、取らない、取らない、取らないで。あー、やばい、これやばいかもしんない。やった、やばい、あぶねー。やばい、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 あぶねーよ。1250とかやべーよ。ちょっと文気出しちゃってんな、俺。じゃあ、こっちなんか全然わからない時あったよね。やっぱ、ウィングスパイプ。3人リーチですね。桜井くん以外リーチというわけで。これ最終戦になると思う。最終戦になる可能性が高い。みんなタイムだったら面白い。行くぜ、上で。いや、タイムにしようぜ、これ全員。ちょっと自分の方寄せたい、また。来いよ、こっちに虫。あ、毒虫。え、やべ。ドッキリの子取った。ちょっと待って。あ、よしよし。あ、やべ、走っちゃった。あ、やべ。くっくり、よし。桜井取らして。オッケー、しますしますおかしいでしょ。よし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 、あ、待って、蜂も取っちゃったよ。ふざけんなよ。じゃ待って、あ、やばい、これ負ける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 。いや、パターン入った、負ける。なんか、ババさんパターン入ってる。あ、やべえ、蜂だー。あ、もうやばい、これ負けたわ、これ負けたわ。蜂取りすぎたもん。はい、負けた。ありがとう。ちげえよ、これ分かれんだよ、こっち。ひで、俺全部1位っす。はい、全部1位。マジ左側分かんなくないですか。さすが、桜井くん分かんない。あー、これもう、はい、シャーボリー。はい、運だわ、これ。はい。いやー、宮野さん、今日も面白いやつでしたね。最高にハイなゲームだった。こんな熱くなるとは思いませんでした。そうだよ。いいアプリだったな。配置大事だったね。ちゃんとね、配置じゃんけんした方がいいっすよね。いやー、やっぱね、いい攻略情報をね、皆さんにお届けできたんじゃないけどね。俺多分一番騒いでたけどね、一番なんか取れてねえかな。結構だから毒食ってたから、キノコ。そうそう、なんかちょっと重なったりね。だってあと、この周期がね、なんかもう、そうそう、馬場さん、もうパクってやられて戻ってきて、パクってやられて戻ってきて、あー、秋のタイミング、周期がね、そうそうそう、馬場さん、あ、これもう入ったわ、もう入ったわ、そうそうそう、ずっと言って、クソやべえ、つって、で、反対側のね、そう、ジュビロさんのところから、シャッシャッと取ろうとして、届かねえんだ、そう、ギリギリ届かないんです、ギリギリ届かない、それがミソなんですよね、これね。はい、というわけで、じゃあ、ミヤボーさんには、罰ゲーム、パンスト攻略、いやー、いやね、負けてしまったからね、これね、やらなきゃいけないですよね、やっぱり。大丈夫、事務所から NG とかでね。事務所とかない。母ちゃんから NG 君。母ちゃん、
とも言わないと思う。え、じゃあ逆側向いて、かぶって、これ自分で引っ張るとすればないですか。あ、じゃあ、タラさん最後引っ張ってもらっていいですか。俺がね。そうですね。向いて、思いっきり、顎から入れるんですね。顎からかぶっていくんですね、宮本さん。大事や。もっと、足のとこまでもっと入れた方がいい、ね。もっと、こうした方がいいですか。アーチを。大丈夫、大丈夫。またが邪魔してますね。大丈夫、もう一度。この絵が一番大これ何で煮るぐらいだと思う。これ何で煮るですかね。あ、これぐらいですか。もうちょっとグッといく。もうちょいグッ。それ、首元まで入れちゃって。え、それ結構長くなんない。大丈夫、大丈夫。じゃあ、OK ですね。OK です、OK です。じゃあ、結構肌荒れそうなんですけど。大丈夫ですか。じゃあ、宮本さん、まだ罰ゲームじゃないから、ただ被っただけですから。あ、もう。じゃあ、ファースト攻略。3、2、1、これ。これやばい。眉毛。喧嘩してんのつまんないよ。もっと早く抜いてくれるんだけどさ。早く抜いてくださいよ。これ恥ずかしいっすよ。この喧嘩早くしてくれ。だってもっと大きい画面に被るの攻略です。これきついな。早くしてくれ。はい。終了。誰はい、それではですね、こちらの爽やかかっこよかったかっこよかったかっこよかったおー、爽やかあ、これかあ、でもなんかすがすがしい気持ちですっきりしたかなやっぱねすがすがしい攻略した後は爽やかになるからすがすがしいですはい、こちら今日やったアプリカメレオンランチ、iOS、Android ともにございますのでぜひ皆さんもダウンロードして遊んでみてくださいはい、いや、つもりないで、ではファミツアップのチャンネル登録もよろしくお願いしますはい、そしてファミツアップニコ生チャンネルの方もございますのでぜひ皆さん、そちらの方もお気に入り登録よろしくお願いしますお願いしますはい、それではじゃあちょっとね、イレギュラーな感じでやりましたけど、まあ、たまにはねいや、とても楽しい回になりました、はい面白かったです。じゃあまたの機会、また皆さん、15時明日お会いしましょう。はい、さよなら。